はい、えー、と皆さん、えー、こんばんは、かぶくんです。よろしくお願いします。えっ、ー、と、ONEPIECE o のチケット当選発表が、えー、もうされてきているということなんで、速報でちょっと見ていきたいなと思います。 はい。えっ、ー、と、まず、なみなみさんから、えー、ワンピース・オーバーエース4公演、えー、申し込んで、どうにか1公演当たりました。うん。とりあえず、ほっとしました。4公演ともに、えー、大好希望まで出したけど、やっぱり結構激戦なんでしょうかと。うん。歌くん仲間の皆さんもど、どうか、どうかどうか当たっていますように。はい。ありがとうございます。ということですよ。あのー、おめでとうございます。はい。席は結構いいところでしょうかね。 4公演を申し込んで、どうにか1公演渡当たったということなんで、なるほどですね、あのー、ね激戦ということなんでしょうかね。うん はい、えー、キサゲ二24さんどうもです。えー、ワンピースオーマイス、えー、愛知公園当選しました。うん、アリナ席ですけど、皆様どうでしたかマリニンマーム様が気になります。えー、キサラゲ24さんおめでとうございます。うん。はい、ということで、皆さん、えー、当選ということですね。そして、えー、キサゲ二24さん、第四4希望くらいまで出てきたんですけど、私は第1希望一択で応募しました。逆に良かったかもと思っていますが、単にラッキーだったのかなと、あ、逆にそういうことなんですね。 うんはいということですよおめでとうございますうんそして宮様あやったっていうことは見事9月3日日曜日のワンピースオンバイエス名古屋公演に当選しましたしかも、えー、12時からのと17時からのと両方当たりましたうんよかったですねえ これ皆様のお味方着がさらに来てるとというこ,とでこれね、かブ君テレビにコメントするまでがワンピースオーマイスっていう言葉がありますからね。えー、強気の一番前や、二列目は残念ながら外れでしたが、アリーナは両方当たりました。えー、これで暑い夏はやってきます。えー、九月は秋めく、まだまだ暑いかもです。えー、お知らせまで、えー、もうドキドキしました。よかった、よかったですね。ね もうあのかなりあれであ,あの外れちまったらどうなっちまうのかなと思ってましたが当選ということでねうん暑い夏をやってきますね。うん はい。そして、マリニンさんどうもです。え、ワンピース初応募、ダメでしたということですね。いや、残念ですね、これは。北焼24ちゃん、宮様おめでとう。え、め、ね、ぎずに二次募集とかあればチャレンジします。いやー、マリニン様の生観戦見たかったですね。うん、マリニン様の生観戦の方が僕は見たくて、そっちを気にしてましたけどね。うん。いやー、残念。二次募集ぜひ。うん、二次募集いつかなんですかね。いやー、ちょっとこっちまで悔しいなって思います。 うん。えっ、ー、と、カオリンさん、よろしくお願いします。えー、9月2日の夜の部で当たりました。えー、チケットの神様はまだ私のそばにいらしたようです。えー、第一希望の一択でごめんなおお、そうですね。1列目の、お、2枚ゲットできましたってことです。そうですね。1、1列目を2枚ですよ。すごいですね。うん。え、す,すごい。え、これは、すごいですね。1列目を 2, 2枚っていうのは、カオリン様は1列目にいらっしゃるということですね。うん。 カオリン様を探せという感じで。え、っ、えー、と、えー、カオリンさん、マリリン様、日募集は確か明日の12時からだったと思いますよ。絶対にマリリン様のお席はあるはずなんでチャレンジしてくださいね。うん。いや、ぜひぜひ、本当に当たってほしい。うん。いやー、残念ですね。外れてしまったということで。でも、カオリン様が1列目を2枚ゲットってのは、これはすごいですね。うん。え、チナリさん、あ、キャ私も当たりました。 うん。横浜公園それも第一希望です。えー、これでも勝って言う希望、この希望を出したけど、見事1列目です。えー、こんなに引きが強いのは初めて。えー、まくの新しい表現の始まりです。嬉しい。うん。あ、皆さん結構当たってますが、マリンさん悔しいですね。ねえ、ちょっと悔しいのと嬉しいのとなんか、ちょっと僕の気持ち的には、あれで複雑な感じになってますけど。はい。あ、こんな感じですかね。あ、 はい今のところは、あ待ってくださいね、えっと、宮様のザ・アイス、そうですね、え、こんばんは、シュムくんはザ・アイスには出演予定になっていますが、今日配られたきり日光霧吹きアイスアリーナのチラシには、下の出演者には載っていました。あ なるほど。まおちゃんファンの方がツイッターに上げたのを拡大してみたら、おやっとえ、名古屋、大阪はどうかなチラシ撮影が間に合わなかったのかなという。うのくんが出るんだったらね、本当はかなり一番最初のところに、わーって感じで出てくると思いますが、なんかチラシの撮影が間に合わなかった感じですかね。うん。はい、という感じで。あ、え、つじさん、株ぶくんこんばんは。 えー、プリンサイスワールドの話、5時でした。え早く、あ、早く来い来いゴダブ、ゴールデンウィークですね。うん。はい。早川ってなんかね、ありますよね。うん。はい。という感じで、えっ、ー、と、今の、主にワンピースオーマイスについてはね、えー、他についてちょっとコメントね、読んで、後で読んでいきますけども、まあ、とりあえず、えっ、ー、と、ワンピースオーマイスのどこだけをちょっと読んでいきたいなと思っております。あ、読みましたね。はい。あ、まだ話題はちょっとあるんですね。これちょっと後で話しましょうね。 はい、では、ありがとうございます。